こんにちは。ありがとうございます。それでは、えー、シーンに応じた使いやすい QR コード読み取り機能を実装しようというタイトルで、えー、発表します。はい、よろしくお願いします。まず、自己紹介です。どうも、ジョリー・ジョースターです、えー。iPhone に魅せられて iOS エンジニアになってですね、早、えー、9年。 えー、スイフト愛好会というですね、えー、IOS とか水イフに関する、えー、知見を共有し合うですね、水イ愛好会とかっていうのを、えー、やってたりします。えー、今年も IOSDC で発表できて嬉しいです。よろしくお願いします。はい。あ、で、ちなみにですね、えっ、ー、と、こちら、今、あの、全の記事を、ね、ですね、そのまま表示して発表してます。えっ、ー、と、見つれ方とかですね、ディスコードの方に、えっ、ー、と、こちらの UR、K、記事、あの、 URL をシェアしているので、ぜひそちらもですねご覧になりながら聞いてください。でこのセッションなんですけれども、もうこのセッションはもう古くからある QR コードの読み取りっていうです、ね、テーマで扱っています。もうなんかあの 知ってる方はですね、結構これもう知ってるよっていう内容も多いと思うんですけれども、改めてまだ触ったことないって方には結構ですね、いろいろ学びになるかと思います。まあ、そんな古くからある機能をですね、深掘ってみて、えー、楽しいなとか思ってもらったりとか、まあ、基本的な機能だけど、こうなんか、こうより良い、いろいろ工夫して、お客様により良く、えー、より良い使い勝手を提供できてきたら嬉しいね、みたいなことを思っていただけたらと思います。えー、ちなみに、あの、 えっと、サンプルコードみたいなですね、QR 読み込める雑な、えー、アプリもですね、えー、置いてあるので、そちらもですね、よかったら実機に、えー、インストールして遊んでみてください。はい。で、えー、アジェンダです。えー、まずですね、まあ、QR コードってそもそも何だっけっていうところをおさらいしてから、えー、QR コードの読み取りの基本的なやり方。でそして、QR コード読み取りに関わる、こう、よくある機能っていうのを、えー、おさらいしていってから、 まあいろんなシーンに合わせて、どういうふうに機能を組み合わせていくといいよねっていう話をしていこうと思います。でまずですね、QR コードとはというところですけども、まあ、皆さんこれですね、もう、あのー、これ見たことないっていう方は、まあ、いらっしゃらないんじゃないかなというふうに思いますで。QR コードちゃんとですね、えー、追っていくと、まあ、できたのが1994年、デンソーの開発部門ですね、今でいうデンソーウェーブがですね開発した二次元コードで、 まあ大容量で高速に、えー、情報を読み止めるということで、ももとはこのクイックレスポンスというところから名前の由来として QR というですね、名前になったようです。で、バーコードの次の技術として発展されて、もともと20文字程度だったものが、えー、と数千字入るようになって、で、この切り出しシンボル、なんかこう四角がこう、三隅にあると思うんですけども、まあ、これのおかげで360度どこからでもこう読み取りができる。で、誤り訂正で多少の汚れとかですね、破損があっても読み取りかということで、えっ、ー、と、だいぶパワーアップしています。 でライセンスフリーなので、まあ、ただで誰も使えて、えー、と標準規格化されたので、えー、まあ世界中にです、ね、用途が広がって、い、え、ろ、ー、んな用途、まあ、普通に URL をこう読み込むだけだったりとか、在庫管理とか、チケットとか、あと QR コード決済とかですね、みたいな感じでいろいろ使われています。iOS における QR コードを見ていくと、まず iOS7 から、えー、と AV ファンデーションでの、Q、QR の読み取りというのがサポートされました。 まあこれのおかげでこう独自のですね QR リーダーアプリみたいなのがすごくたくさん出てきたことを覚えています。でそのうちですね、iOS11 からは標準のカメラアプリでも QR を読み取れるようになりました。まあ、これすごい便利ですよね。あのすごい重宝しています。で、ここからですね、えーとまあ、じゃあ QR を読みアプリで読み込むときに基本的にどういうふうにしていくかというのをえおさらいしていきます。まず、あの 皆さん QR 読み込むときって iPhone かざして、QR あのプレビューにが映って、かそこに QR が映って、まあ、そこでこう内容を読み取るっていう風になっていると思います。iPhone にお,けおいてこうカメラの入力を扱うっていうのは AV ファンデーションなので、えー、ここではも AV ファンデーションの機能っていうのを丁寧に見ていくっていうことが、えーまあ、QR 読み取りにとって大事なことになるので、まあ、そこをちょっとですね、えー、しっかりやっていきます。 で、その AV ファンデーションの仕組みなんですけども、Apple の公式ドキュメントの一番最初に表示されてですね、この図がすごく構造として分かりやすいんじゃないかと思います。まずですね、この AV キャプチャーセッションっていうのを作ります。これがですね、えー、とこう入力と出力をいい感じにつなげる、まあ、あれこれしてくるやつで、このセッションをもとにですね、いろんな、えー、とこの画像データの扱いとかの設定をしていきます。 で左上にある、えー、と AV キャプチャーデバイスとかっていうのが、これがこう AV ファンデーションに関わるこうデバイスで、カメラとかマイクとか、まあ、いろんなもの、どのデバイスを使うよっていう話を設定していきます。で右側にあるのが、えーと、それをですね、どういうデータで扱いたいかっていうのを設定しているので、えー、AV キャプチャーアウトプットというものですね、例えば、えー、と写真だったりとか動画だったりみたいな感じのものをこう用途に応じて設定していくことになります。 で、えー、QR コードの場合ではどうするのかっていうと、まあ、まずセッションを作ります。で、大体が背面のカメラを使うことになるので、えー、とバックカメラを、しかも動画でですね、えー、入力するので、ビデオを指定してセットすることになります。で、QR を検知するにはですね、いくつかやり方あるんですけども、一番お手軽なのが QR っていうのをメタ,、まあ、メタデータとして検知するっていうですね、アウトプットの AV キャプチャーメタデータオブジェクトっていうのをセットします。 であとはもう,もう一つのアウトプットとして、まあ、皆さんカメラからの画面をこうリアルタイムでこう見れるプレビューがあると思うんですけどもそれをまあプレビューレイヤーとしてセットするみたいなのがまあ大まかな構造になりますでこれをですねじゃあ一つ一つちょっとあの実装の方面からも同じことを追っていきましょうでさっきの図にはないんですけどもまずカメラを扱うので、えー、と権限 リクエストが必要ですということで、えー、例のですね、インフォピーリストに NS カメラユーセージディスクリプションというのを追加していきますと。で、それをですね、今、権限ありますかって聞いて、決まってなかったら、権限をリクエストするっていうのをやっていきますよね、と。はい。で、これでまあ、ベースの準備は OK で、最初のですね、AV ャプチャーセッションというですね、いろいろよく、あのよきに計らってくれるやつをですね、えー、と初期化していきます。 まずですね AV キャプチャーセッションを作ります。でえー、とこれをですねちょっと自作のコンフィギュアセッションということで具体的にはこう次に説明するように作っていくんですけども、まあ、1つ、ですねこのセッション級というのをですね、えー、使ってその中でですねこの AV セッションの AV キャプチャーセッションの初期化っていうのをやっていくことということに注意してくださいで。この理由なんですけども えー、複数のですねスレッドから AV キャプチャーセッションというのを同時にいじると安全ではないので、まあ、そのセッションをいじるための,あの専用の Q というのを作ります。でさらにこれ、メインスレッドでもダメだよという話があって、えー、このあと、ねえー、このセッションを走らせるためのスタートランニングというですねメソッドがブロッキングコールなので、えーまあ、UI がブロックされちゃうので、まあ、メインと違うセッションあ球でえっと実行するということで、この専用のセッション球っというのを用意してやっています。 今後、このセッションをですね、いじるときは、この Q をつく使っていくことになります。で、えっ、ー、と、コンフィギュアのです、ね、中身を見ていきましょう。で、ここでですね、一つ、えっ、ー、と、まず、えー、細かいけど大事なのが、この beginconfiguration というですね、えー、メソッドを使っていきます。 これを使うとですね、後で実行するコミットコンフィギュレーションというものをやるまでには変更がです、ね、反映されずに、まあ、コミットした段階でこうバッチで,です、ねえー、と設定が反映されるということになります。なので、あ多分順番にこうやっていっても困ったことはないかもしれないんですけども、できればまあこのコミットコンフィギュア、ビギンとコミットを使ってです、ね、バッチで設定していくのが良いと思います。で次にです、ね、デバイスを探していきます。 これ AV キャプチャーデバイスでですね、ビルトインワイドアングルカメラっていうのが、いわゆる汎用的についてるカメラです。で、これの用途として動画を使うよっていうのと、まあ、背面の方のカメラを使うよっていうのを指定して、デバイスを取ってきます。で、ここでこのビデオデバイスっていうのがですね、得られます。で、ちょっとですね、長いんですけども、どんどん次に行っていきましょう。 で先ほど得られたビデオデバイスをもとにです、ね、AV キャプチャーデバイスインプットっていうのを取ってきてそれをですねセッションに追加していきますでこのですねデバ,イスをいじるデバイスをいじる際とかにこのデバイスビデオインプットっていうのはこう使っていくので、まあ、なんかセルフとかにですね一応保持しておきましょう で、お次はアウトプットです。えっ、ー、と、カメラから入力した QR っていうのをですね、メタデータで検知するために、AV キャプチャーメタデータアウトプットっていうのを作っていきます。で、これもですね、えー、この検知したメタデータが、まあ、順番にですね、ちゃんと受け取れるように、えー、シリアルキューを使ってですね、えー、置きます。で、えっ、ー、と、ここはですね、さっき作ったアウトプットをセッションに追加していって、 えここでですね、QR コードを検知したときに実行されるデリゲートメソッドっていうのを指定していきます。まあ、ここの場合、セリフを指定して、そのデリゲートメソッドが実行されるのは、まあ、さっき作ったですね、えー、と専用のまた Q を使っていきます。でさらに検知する対象のタイプ、えー、メタデータのタイプは QR ですよっていう話をして、最後ですね、えー、この Commit Configuration をすると、メ、えー、めでたクですね、えー、セッティングがようやく完了しましたという感じです。 で、お次はですね、えっ、ー、と、まあ、メインのですね、QR コード読み込みの部分っていうのを見ていきましょう。えっ、ー、と、先ほどのですね、セッティングをした後に QR コードを検知すると、この AVCAPTURE METADATA OUTPUT OBJECTS d e l g a t e っていうののですね、<music> DIDOUTPUT っていうメソッドで、メタデータ OBJECTS というのが取得できます。 メタデータオブジェクトと複数なのは、まあ、このカメラに映った複数のメタデータをですね、っあの検知したときに複数ちゃんと入ってくるよっていうことで、まあ、これを法文でですね、ここでは一個一個やっています。で、このメタデータが、えー、この AV メタデータマシンリーダブルコードオブジェクトの種類で、えー、かつタイプが QR コードで、えー、かつ文字列がですね、取得できたら、まあ、目立たくですね、QR の中身が読み込め込まれるよみたいなですね、えー、ことになって えことになっています、まあ、もしもです、ね、1個しか QR 読まなくていいよって場合は、まあ、ここ、4分じゃなくて、えー、なんかドットファーストとかですね、最初に1個だけ取るっていうのでも OK だと思います。はい、で、えー、これちょっと一つですね、えー、と注意していただきたいのが、えー、この DidOutput のですね、えー、メソッドは QR コードをこう検知している限り、えー、結構連続で呼ばれます。多分ですね、聞こえるかな まあこんな感じでですね、QR コードを読み込める、同じ QR でも読み込む限りずっと連続で、あの、呼ばれるので、まあ、この辺のですね、性質を、あの、意識して、えっ、ー、と、ちゃんとですね、後の処理とかっていうのをやっていきましょう。まあ、すぐですね、読み込んだら終わりにするとか、えー、複数ですね。えー、例えばこの複数、重複で読み解くない場合は、なんかセットかなんかをですね、えー、使って、まあ、もう一回読み込んだやつは読み込まないよみたいな感じのですね、処理にしてもいいでしょう。 で、あとはですね、えっ、ー、と、プレビューです。プレビューは、まあ、AV キャプチャービデオレプレビューレイヤーを使うよってことを覚えていただければよくて、えー、まあ、セッションを加わせて、まあ、もろもろのサイズとかですね、向きとかっていうのを設定して、で、サブレイヤーとして、えー、プレビューの、えー、UI ビューとかにですね、追加していけば OK です。で、最後、スタートランニングしていくと、これでめでたくですね、えー、QR コードを読み取るようにできました。わー<笑><笑> はいで。ここまでで結構時間使っちゃったんですけども、まあ、結構この辺の仕組みが難しいので、えっ、ー、と、この辺をちゃんと理解していくとですね、工夫の部分もかなりわ、えー、かりやすくなっているので、えー、ぜひまた後で,ですね、見返してみてください。さあ、ちょっと早く行かないとな。で、次からですね、じゃあ QR 周辺のよくある機能っていうのを紹介していきます。ま,あ、まずズームです。えっ、ー、と、まあ、QR が遠いとかって場合ですね、ズームすると思うんですけども、ここはですね、先ほど撮ったビデオデバイスインプットっていうものに設定をしていきます。 でこのズームビデオズームファクターというのがあるので、まあ、1.0以上の、えー、倍率というのをです、ね、入れていって設定していきます。でここも細かく重要なのが、えー、とこのロックフォーコンフィギュレーションというのとで囲んで,です、ねえー、ときちんとあのデバイスに対してハイタアクセスというのを、えー、取ってあげるというのがです、ねえー、と重要なので忘れずにやっていきましょう。でえーとそうですね、ちょっと飛ばしていきます。 次はトーチですね。えー、と、背面のカメラ、暗いときとかですね、ライトつけたいと思うんですけども、まあ、これもですね、えー、と、デバイスインプえっ、ー、と、ビデオデバイスインプットから、えっ、ー、と、設定できます。まあ、トーチあるかなっていうことを確認してから、えっ、ー、と、トーチモードですね、オンとオフとオートっていうのがあるので、まあ、これを適宜設定していきます。ここもデバイスをいじることなので、このロックをですね、忘れずにやっていきましょう。 で、オンとオフ使ったことなんですけど、オート使ったことないので、どなたかこの使い勝手を知っている方がいらっしゃったら、どうぞ教えてください。で、次ですね、読み取り範囲の制限です。なんかこの、あの、枠の中だけですね、読み取りたいとかっていうことが、えっ、ー、と、よくあると思います。で、それを実現するのが、えっ、ー、と、AV キャプチャーメタデータアウトプットにある、レフトオブインタレストっていうですね、えー、プロパーティーです。 これは、あの、四角のですね、四隅の座標が書いてある、書いてあるというか、保存されているプロパティで、例えばディテクトエリアっていうで、さっきの赤い枠のことをあのディテクトエリアとすると、この領域の中だけでメタデータを検知したいっていうときはですね、えと、メタデータアウトプットの中にですね、メタデータアウトプットの レフトオブインタレストにその座標をですね、入れて込んであげればいいんですけども、ここでちょっとですね、メタデータアウトプットの世界と UI キットの世界、えー、と座標系が違うので、ここだけ変換が必要ってことだけちょっと注意してください。 例えばディテクトエリアこういうですね UI キット系の座標系があるんですけどもこれをですねプレビューのメタデータアウトプットレフトコンバーティットっていうですねメソッドを使うとこのメタデータアウトプット系のですね座標系なんか0から1までのなんか座標になるのでこれに変更してからレフトオブインタレストに入れてあげますでここあのまたちょっと急がですねスレッド注意でえっ、ー、とプレビュー系を扱うときはメインスレッドで で、セッション系をいじるときはセッション級でやるっていうことですね。細かいですけども、注意点になります。はい、次。えっ、ー、と、QR コードの様子見を取ることもできます。えっ、ー、と、これもですね、えー、先ほどと似たような座標変換が必要なんですけども、まあ、AV メタデータマシンリーダブルコードっていうのを、この、えぇ、ー、デドアウトプットで受け取れたと思うんですけども、えっ、ー、と、ここ、こいつにはですね、様子見を当たる、えー、扱うコーナーというですね、プロパーティーを持っています。 で、なので、えっ、ー、と、マシンリーダブルコードを取り出して、メタデータですね。で、これをですね、えー、一回変換してあげます。このトランスフォームメタデータオブジェクトっていうのをですね、えー、かますと、えっ、ー、と、メタデータから検知されたときは、まあ、メタデータアウトプットの世界の座標系なんですけども、トランスフォームした後は UI キット系の座標になるので、まあ、これをですね、えー、この後メインスレッドで、まあ、何かしらですね、アニメーションしたりとか、えー、なんかこう、 なんか UIBJ 曲線とかでなんかいろんなあの描画をしたりとかですね、いう感じで使っていくと、まあいろいろできます。まあ例えばこんな感じでシンプルにですね、QR コード、検知した QR コードの枠だけを表示するような例だと、この緑色のような例になります。で、まあこれさらに応用すると、まあ今みたいにこう QR コードを囲んだりとか、えっ、ー、と、 検知した瞬間に QR に向かってこうアニメーションするようなです、ね、ものができたりとか、もしくはその QR コードの上にこうビューを重ねてその上に、その上をタップできるようにして何か操作をできるとかですね、いろいろできるようになると思います。はい、でじゃあ、ちょっと追加でですね、えー、実際に QR コードの読み込みとはちょっと違うんですけども、まあ、大事なこととして、まあ、フィードバック系の話も紹介したいと思います。 まあ音によるフィードバック、QR 読み込んだらピッとかですね、ブブーとかですねまあえ、あの簡単にえ音を鳴らすようにするっていうのも結構大事なので、紹介します。まあ、これは単純にですね、オリジナルの音源じゃなくてシステムサウンドを鳴らす例ですね。はい。 で、あと、振動によるフィードバックっていうのも大事です。こう読み込んだときにですね、手でブブってやると、あの見るよりも早くですね、えー、読み取れたかどうかみたいなことがわかるので、えーまあ、ハプティックフィードバックということで、えー、ここでは簡単にですね、えー、UI ノーティフィケーションフィードバックジェネレーターとかで、まあ、サクセスの場合とかエラーの場合の振動のパターンを指定して、まあ、触れるようにしてますといった感じです。はい。ようやく本題に来ました。 支援、まあ、に応じた使いやすい QR コードの読み取りっていうんですけども、まあ、場合に応じて、えー、といろんな QR コードが、えー、読み取りがあると思います。えー、例えば、ですね1つシェアサイクルの場合を考えてみましょう。でこの場合、えー、と自転車をです、ね、にある QR コードを読んで、まあ、鍵を開けて乗ったりしますよね。でこの場合って、1つ、QR コードは1つだけ対象です。 でただ、使われる場合は屋外とかあったりとか、あとは夜も使われるお客様がいらっしゃるので、まあ、暗いとこでもで、えー、使えないといけないよねっていうのがあります。であとはこう自転車との、えー、距離になるので、ちょっと離れた位置の QR コードを読み込むことになります。そうするとです、ね、ポイントとしては、まあ、トーチの機能っていうのは必須だよね。 であとは自分あの、ズームとかですね、えー、調整して自動的に最初からズームをしておく設定にしたりとか、まあ、場合によってはお客様が手動でズームしたりとかですね、いうことも必要かと思います。でそうですねちょっと当時で言い忘れたんですけど、えー、と夜になったらあの、もうその画面の暗さを、えー、と検知して、まあ、自動点灯するようなですね仕組みとかっていうのも、えー、と応用でできたりします。であと、これ細かいんですけど、この QR をですね画面の中央で捉えるっていうのがあります。 ちょっと離れてるので、画面の真ん中にこのターゲットがあると、えっ、ー、と、ちょっと分かりやすいっていうのを覚えておいてください。はい。で、次です。ちょっと次の例いきますね。次は例えばじゃあ、在庫管理システムの時の QR 読み込みの場合を考えてみましょう。でこの場合ですね、例えばこう、ビールの。 えー、在庫管理をするときに、た、ま、る、あ、に QR が貼っ,貼ってあって、じゃあ、どれを出荷するぞっていうときに、ピッ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 ってこう読んでいって、でよし、出荷完了みたいな感じのシステムをやる場合、まあ、あの連続で,です、ね、読み取れなきゃいけないので、えー、その連続で読み取れた感というのが非常に重要です。でえーとまあ、倉庫とかですね暗いところで作業することがあるので、もうオ,ンオフとかじゃなくて、常時点灯とかですね、ライトを点灯させててもまあいいんじゃないかと思います。 で見てです、ね、読み込みが成功したかどうかっていうのだと遅いので,、まあ、音,で音とか振動で、えー、と成功失敗っていうのをあの表現してあげるとこれ作業する方が非常に楽になると思いますであともう一つはです、ね、読み取り範囲の制限っていうのがすごい大事で、えー、とそこら中に QR がたくさんあるので画面の端とかでこう検知しちゃうと誤爆するんですねなので、えー、と範囲を制限してい、えー、くっていうのが大事です はい、でさらにです、ねえー、とコード決済ですね、これは1、まあ、つのコードを読んで、かつ明るいところとかですね、まあ、バーとかで暗いところもあると思うんですけども、あんまり QR を読み込むっていうところでは困ることはないかなと思います。えー、とえ逆にです、ねまあ、今度は QR コードを読み込むあの楽しさみたいなのをです、ねえーえー、と表現するために、アニメーションを使ったりとか、音を使ったりとかするのがいいと思います。 で、さらにですね、あの、コード決算の場合って、すごく近いところを読み込む場合が多いので、このターゲットをですね、えー、カメラのあるちょっと画面の上部とかに、えー、設定しておくと、まあ、自然にですね、お客様がこうかざした時にど真ん中に来るので良いと思います。はい。 ということで、まとめです。えっ、ー、と、このセッションではですね、基本的な QR コードの読み取り方を学んで、えー、まあそのよくある機能っていうのを学んで、じゃあそれらをこう、いろんなシーンに応じてどう組み合わせていいかっていうのを、えっ、ー、と、紹介してきました。まあ、努力もですね、難しいことしてなくて、いろんな細かい機能の積み重ねとか、組み合わせの調整で結構驚くほどですね、使いやすくなるので、えー、ぜひこう、手元でですね、動かしてみてください。まあ、あとはですね、なんか他にも複数の QR コードを同時に読み取って、その上で選ん,選んで、 選びたいみたいいですねいろんなシ、えーンの QR コードを読み取りあると思います。なんかあのご存知の方とかですね、僕もやってるよみたいなことがい,いらっしゃったら、まあとでお話ししましょう。でえっ、ー、と今回 a v ファーセンション中心に紹介しましたけども、あのビジョンでも基本的には、えー、と変わらない流れです。これがきちっと理解できたら多分応用でですねすぐいろんな工夫ができると思います。あとですね、IOS16 からなんかデータスキャナービューコントローラーっていうめちゃくちゃ便利そうなものも出てきたので、まあ、それもですね、えー 楽しみにいろんなことを学んでいきましょう。最後、ちゃちゃっとスペシャルサンクス紹介させてください。えっ、ー、と、チャリチャリさんです、えー。シェアサイクルのサービスで,ですね、えっ、ー、と、QR コードを自転車の鍵を開けるときに利用しています。はい。あと、ベストビアジャパンさんです。これがですね、あの、ビール樽の管理のときに出てきた会社さんで、えー、QR コードはですね、ビールの樽の管理に利用しています。 で最後、えっ、ー、と、僕が所属してるですね、えっ、ー、と、メルペイです。えっ、ーえー、と、QR コードはですね、QR コードの決済に利用していて、使いやすい決済サービスっていうのを作っています。はい。参考資料ですね、いろいろ置いてあるので、えっ、ー、と、ぜひ見てみてください。えっ、ー、と、どれもですね、すごく面白いものが、えー、で、だと思うので、えー、おすすめです。はい。ということで、えー、以上です。ありがとうございました。